演舞開演。どうも、本日はこちら、ニッスイのベニズワイガニのトマトクリームスープとコラーゲン 1000mg プラスを飲みたいと思います。どんな、牛乳で仕上げると書いてありますか。どんなタイプなんだろう、これは。あれ、あっちじゃないのかな。とりあえず開けてみますね。そして中身を投入。はい、時間かかりそうだな、これ。中身はこんな感じでペーストでした。粉末や液体だと思っていましたが、どちらとも違いましたね。ではこれに牛乳を入れながら少しずつ泡立て器で混ぜていくということですので、今から混ぜたいと思います。混ぜ終わりました。温かいスープを飲みたい場合はこれを鍋の中に行うということですが、まだまだ暑いですからね、冷たいスープでいただきます。では飲んでみます。おお、カニもちゃんとある、すごい。飲み終わりました。濃厚なトマトの旨味と酸味が牛乳の中に溶け合い、その中に入っているカニズワイガニの身がちょうどいいアクセントになっていて、とっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。